ラジカルビデオジョッキーをご覧の皆さん、モルカルマイナス74ボーカルの竹内です。僕たちモルカルマイナス74は1月の17日に再生というミニアルバムをリリースしました。どのような作品かと言いますと、まあ、こう冬の夜が似合う作品でして、そしてボーイング奏法というバイオリンの弓でこうギターを弾く奏法を取り入れたりとか、結構モルカルマイナス74のこう音楽の幅が広がった面白いアプローチをしている作品となってますので、ぜひとも聴いてください。そして、その再生のリリースも決まっておりまして、4月の6日に福岡ブードゥーラウンジ、そして4月の15日こちら心斎橋、ジャニスとですね、まあ、その他にもいろいろツアー決まってますので、まあ、その他の場所日時については僕たちのホームページをチェックしてみてください。以上、モルカルマイナス74ボーカル竹内でした。